今日から始まるゲオセール、アンマンお風呂、今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがね、大好きなお風呂の中にいます。お風呂でもそもそしております。アンマンちゃんでございます。そろそろ出ますか。湯船から出ますか。出ると、でも遊ぶんだと言っております。何が好きなんですかね。じゃあ一緒にお風呂掃除でもしますか。ねで水浴びしますか。ちょっと暑いしね今日ね。ちょっと噛んじゃったね、ごめんねそれでは本編スタートです。どうもプニでーす。9月23日からね、26日まで、日曜日までですね、ゲオセールが始まりましたね。で、今回の目玉をね、ちょっと見ていきたいと思います。今回のね、目玉はね、なんといってもスイッチの中古じゃないですかね。まあ合計金額からね、2000円引きということで、こちらをね、押してますねでも毎回やってる気がするけどな。でも、このセールを見てね、私ちょっと思ったのは、こちらのね、任天堂のね、なんて言うんですかね元からあるやつ、こっちはこっちで、まあいいんですけど、これはね、ちょっと、あまり安い気がしないんですよ。で、私はね、こっちのね、Nintendo Switch Lite。Lite を今回はちょっと押してみたいなと思っております。ちなみにね、ライトの相場って、駿河屋だと税込み1万3000円から1万4000円ぐらいなんですよ。ただ、駿河屋だと、状態がわからないんで、そこが問題なんですよね。だから、ゲオでね、ちゃんと状態を見ながら、まあ、税込みで、14,278円っていう値段は、まあまあありかなと。スティックの具合とかね、ちょっと触らせてもらって、納得したものを買えるっていう意味では、今回いいかなと思ってるんですよね。だから、まあ、今回はね、狙うとしたら、スイッチライトかなっていう、個人的にね、思っております。まあ、あとね、ソフトも、良さそうなのがあったので、そっちもね、引き続き見ていきましょうか。それではね、ゲームのね、セールタイトル見ていきましょう。Nintendo Switch ですね。ビルダーズ2はね、まあ、相場通りかな。で、クレヨンしんちゃんはね、税込みで考えたときは、かなり高い気がします。正直ね、セールでもう高いかな。で、ゼルダはね、まあ、相場通りかな。で、モンハンのライズに関しては、ちょっと高い気がする。あまり、なんかな、激安っていうね、そういう印象はないですね。で、こちらですね。でね、特にね、ルーンファクトリーはむちゃくちゃ高すぎる。で、マリオテニスに関しては、
税込みで考えたらやっぱり高いっすね。駿河屋の通販で買った方がいいと思う。次ですね、ポケットモンスターシールドは、相場より1000円ぐらい高いんじゃないかな。ドンキーコングに関しては、まあ相場通り。まあまあ、でも少し高いかな、ぐらいですね。次ですね、星のカービィですけど、これはね、税込みで考えてもね、まあさっきと同じぐらい、やっぱね、700、800円ぐらい高いかな。そんな気がしますね。じゃあ次ですね。次はこちらですね。スーパーマリオブラザーズ U ですね。こちらはね、まあ、400、500円高いけど、まあ買ってもいいかなっていう感じ。マリオパーティーに関しては、相場よりも、ちょっと安いかもね。店舗によっては。まあだからね、買ってもいいかなぐらいかな。プレイステーション4ですね。イースはね、まあ相場通りかな。税込みで考えたら。まあ、購入するならありだと思います。コールドオブデューティーですね。こちらはね、相場よりちょっと安いかな。だから、購入するならありだと思います。さあ次ですね。ボーダーランズ3と戦国無双ですね。こちらね、どちらもね、ネット相場通りっていう感じかな。だからね、状態見て買うにはいいと思いますね。ゲオのね、ディスク系は、傷もなく綺麗ですからね、ありだと思います。さあ次ですね。桜姫なんですけど、こちらはもう、ちょっと足せば新品買えるぐらいの値段ですね。コードウェイン、かな。これも高いですね。これはちょっとなしかな。購入するのは。さあ次ですね。バイオミュータントですね。こちらはちょっと高いかな。で、龍が如く7に関しては、これ状態見ていい状態のものであれば、ありかな。まあ、ギリありかなぐらいな。ちょっと高いです。で、新品のね、スイッチとスイッチライト、本体と同時購入で合計金額から500円引きということでね。これはどうかな毎回やってるような感じのような気がするけど、あまり魅力がないかな。スイッチもね、新品買った方がいい値段だよね。中古のさ、値段とそんなに変わんないもんね。ライトに関しては、今回2000円引きありかなとは思うんですよ、中古で。でもスイッチはね、やっぱり壊れやすいからね。まあ中古はね、よく見て買った方がいいと思います。で、あとデジタルコンテンツカードですね。これが全品100円引きということで、まあここはね、あまり値引きされない商品ですから、まあ100円引きということで、購入するのはありかなとは思いますけど、欲しいのありますかね、皆さんね。スマブラとかね、ファイターパス。これ100円引きならいいかなって気がしますけどね。まあ、というわけで、今回見てきましたが、ゲオセール、どうですかね。あまり魅力がないっていう、そういう声もね、正直あるかもしれないですね。まあ、店舗の方ではね、独自のセールやってる場合もありますからね、ちょっと何とも言えないですが、ホームページを見る限りは、まあちょっと、私は今回、パスしようかなっていう、感じですね。ただ、スイッチライトに関しては、ちょっと、ありの値段まで降りてきたかなっていう気はしますよね。やっぱり状態見て、いいものがあれば、あの値段なら、すごくありだと思うんですよね。やっぱり通販で買っちゃうとね、状態がよくわからないものがありますんで。
皆さんはいかがだったでしょうか。ぜひねコメント欄で、いろいろコメントいただければと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録コメント評価いただければ嬉しく思います。ゲオセールに関してはね、こうやって随時情報を出していきたいと思います。まあ、魅力がなければねないってはっきり言いますんで、ぜひよろしくね。